はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。毎年6月の第3日曜日は父の日です。母の日も父の日も感謝の気持ちを伝える日。両親への感謝の気持ちは同じはずなのに、つい父の日は忘れて何もしなかったなんてこともありませんか？今回、ホルモン島田では新たにこちらのカタログギフトを作りました。以前からホルモン島田の俺のシリーズをギフトとして利用してくれる方が多くいらっしゃいました。そんな方々からの声を参考にして、今回こちらの俺の思考島田のカタログギフトを作りました。いつも頑張ってくれているお父さんに日頃の感謝の気持ちを添えて喜んでもらえたら嬉しいです。お中元お歳暮、ちょっとしたお祝いやお返しなんかにも使えますので、ぜひご利用ください。詳細は概要欄に貼ってある Amazon 商品ページをご覧ください。それでは本編どうぞ。はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、この食べ物もっと大きかったらいいのにってものありますか？自分はチキンマックナゲットがそれです。あの大きさが絶妙かもしれませんが、もっとでっかいナゲットにかぶりつくのが夢です。今日はでっかいチキンマックナゲットを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はお店に来る途中でチキンマックナゲットを買ってきました。15ピースがあったのでそちらにしました。ご飯としては物足りないけど、おやつとして完食にはもってこいですよね。皆さんはチキンマックナゲットのソースは何派ですか？結構期間限定のソースとかもあったりするけど、やっぱり自分はマスタードに戻ってきますね。この酸味と甘みのバランスがいいですね。ナゲットはこの大きさが絶妙ですよね。一口二口で食べられる手頃な大きさです。でもなんとなく物足りない大きさでもあります。このナゲットがもっと大きければいいのにと思ったりもします。もっと大きいチキンマックナゲットが食べたい。両手で持って豪快にかぶりつきたい。よし決めた。大きいチキンマックナゲットを作ります。ということで今日はこの鶏のひき肉を使ってチキンマックナゲットを作ります。胸と腿に皮を混ぜたひき肉を用意しました。もともとチキンマックナゲットは鶏胸、鶏もも、鶏皮を使用していましたが、2023年2月からは鶏胸と鶏皮のみを使用して作られるように変更されたそうです。まずはボウルにひき肉を入れて、塩、砂糖、味の素を加えてよく混ぜ合わせます。次にバットに肉を乗せて形を形成します。チキンマックナゲットにはブーツ、ボール、ボーン、ベルの4種類がありますが、今回はブーツっぽい形で作りましょう。形を整えられたら冷凍庫で肉を凍らせて固めます。固まるのを待つ間にマスタードソースを作ります。ボウルにマヨネーズ、蜂蜜、ディジョンマスタード、酢を入れてよく混ぜて完成です。次に衣を作ります。今回は3つの衣を作ります。まず1つ目です。ボウルにコーンスターチ、水を入れてよく混ぜます。次にバットに小麦粉、塩、味の素、ホワイトペッパー、セロリシードパウダーを入れて混ぜ合わせます。次にボウルにコーンスターチ、小麦粉、ベーキングパウダー、水、卵を加えて混ぜ合わせます。衣の準備はできました。先に凍らせておいた肉を冷凍庫から取り出します。バットから肉を剥がします。この肉に1番目の衣をつけます。次に第2の衣をつけます。まんべんなく全体につけます。最後に第3の衣をつけます。こちらもまんべんなく全体につけます。次にフライパンに油を注いで火にかけます。油が温まったら先ほど衣をつけた肉を入れて両面揚げていきます。片面が色づいたのでひっくり返したいのですが、大きくてなかなかひっくり返すのが難しいです。一度取り出し裏返しにしてから再度フライパンに戻し入れます。衣もカリッと揚がって両面綺麗なきつね色です。それでは取り出してみましょう。通常のブーツと並べても大きさの差は歴然です。早速食べてみましょう。いただきます。今日は冬に買って冷蔵庫に眠っていた小江戸のチョコレートデュンケルを飲んでみましょう。小江戸とアメリカのチョコレートブランドダンデライオンチョコレートのコラボ商品です。2019年以降毎年冬の時期の恒例のコラボとなっています。ドミニカ共和国産のカカオ豆、カカオニブとチョコレートを使用して、ドイツ発祥の仮面発酵で醸造されるブラウン色に近いダークカラーのビール、デュンケルをベースに作られています。モルトの甘みとカカオの苦みのバランスが良く、デザート感覚で飲みたい大人な一本です。それでは巨大チキンマックナゲットをいただきます。これこれ、この大きさのチキンナゲットにかぶりつくのが夢でした。パッと見は台湾のジーパイですね。一口かじればナゲット1個と同じボリュームです。ナゲットになってますね。肉厚だけど柔らかいです。衣のスパイシーさと鶏肉が合いますね。マスタードソースをつけてみましょう。マスタードソースをつければほぼマックです。
全然ありだし美味しいし満足なんですけど、一つだけ不満を言うなら肉と衣のバランスがちょっと悪いですね。あのマックナゲットの肉の量と衣の量だからいいのであって、肉が増えた分衣とのバランスが崩れてちょっと物足りなさを感じます。なんでもほどほどが大事かもしれません。マスタードソースはいつもの唐揚げにつけて味変してもいいですね。ハンバーガーとかに塗るのもいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。巨大なチキンマックナゲットいかがでしたか？大きな食べ物ってなんだかワクワクしますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。